増築増築を重ねながら大事にしてきたもので、3年以上熟成させた奈良材もいい香りを出しながら燃えてくれるので、ちょこちょこ使いながら毎日の楽しみとしてたんだけど、すごい、隣の家の雪全部なくなってますね。それが全部こう落ちまして、血の巻き棚全部崩壊しております。うわー、これ人いたらやばかったっていう。積んでは使い積んでは使い費やしてきた時間を考えるととても悔しい。実は隣の家、売ったり買ったりを繰り返してとうとう無人の空き家になっているため、苦情の矛先が誰にも向けられない。いや、ひでえ、マジかこれ、車通れんわ。これ作んの、また積むの、どんだけ時間かかるのって話ですよ。これ雪かきして車が通れるようにするって言っても、雪を持っていく場所がないですからね。もう完全にこれ、この閉まった雪で量だとどうすんのって話ですよ。やるしかないですけど、なかなか溶けないと思うんで、この雪はずっと車出れないですね。あの崩壊事件から9ヶ月が過ぎようとしている。薪ストーブしか暖房器具がない我が家では死活問題だ。約2年半分の薪を保管できる薪棚製作は雪国住まいとして最優先事項だ。これは隣の家が境界線ギリギリに立っているってことと、屋根に雪崩防止の金具をつけていないことが原因だった。現在は空き家となっていて、所有者も分からず文句の言いようもない。今年の春から修復を始め、やっと夏頃に少し場所を移動して新しい薪棚が完成した。今年は釣りガイドの仕事に追われて、あんまり薪割りの時間を割くことができなかったので、十分に乾燥した薪が足りない。今日はたまたま秋の強風と雨で一部が崩れたオリジナルデザインのホルツハウセン、つまりのぞみから一部の薪だけ抜き取って新しい薪棚に移動し、冬に向けてのぞみの修復をしたいと思います。